アイギスを手に戦うアテーナー。アイニスとは、ギリシア神話に登場する防具。主神、ゼウスのものとも、ゼウスが娘の女神アテーナーに与えたものともされる。ありと、あらゆる邪悪、最悪を払う魔除けの能力を持つとされている。ヤシ神ヘイパイストスによって作られたとされ、形状は縦であるとも、肩当て、または胸当てのようなものであるとも言われている。 幼少時のゼウスに父を与えたヤギ、アマルテイアの皮が貼られているとも言われる。なお、アイミスとはもともと、ヤギ皮を使用した、防具全般を指す名称であった。ラテン語では、アイギス、英語ではイージス。日本語では、その他、アイジス、エージス、エージス等の故障、表記もされる。アテーナーの立像。彼女の胸当てには、しばしばメドゥーサらしき顔が彫り込まれている。 ギリシア神話においては、アイニスがアテーナーに与えられた後、英雄ペルセウスが目を合わせたものを石化させてしまう魔物、メデューサを討伐し、その首を持ち帰って、アテーナーに捧げると、アテーナーはその首をアイニスにはめ込んだと伝えられている。メデューサの持つ、目を見た相手を石化させてしまう能力は首を切り落とされた後も残り続けており、ペルセウスは、メデューサの首を持ち帰る際、 いくつかの局面において、メデューサの首を使って、相手を石化させている。アテーナーはその首をアイギスに取り付けることで、アイギスをより優れた防具にしたという。なお、ペルセウスがメデューサを討伐する際、彼がメデューサの姿を見て石化するのを防ぐため、アテーナーはペルセウスに、聖堂鏡のように輝く盾を貸した。ペルセウスは眠っているメデューサに忍び寄るとき、盾を利用して、 メデューサの姿を直接見ることなく、近づいたため、石化することなく、首を跳ねることに成功した。この時に使われる盾がアイギスだと言われることもある。ただし、形状については、蒸気のように、肩当て、または胸当てとして伝えるものもある。ありがとうございます。